東急図東急図は宋の皇帝、基層の筆になると伝えられる中国絵画で引退画の傑作の一つ。日本の国宝、剣本着色。28.5cm26.1cm。現在は掛け軸に表層されている。基層26歳の時の作と伝えられる。これが正しければ1107年に描かれたことになる。 桃の枝に止まった人はの鳩を表す。鳩や桃の枝は大部分は輪郭線を用いない、木骨病で表現されている。画面右上に、宗近体と称する独特の書体による、体幹定外を筆の管と、天水の顔があり、主文法院、五章を押す。足利義満の所蔵院、天山が左下にある。絵画などの収集家としても知られた、明治の元老。 井上薫の旧造品である。現在は、個人像。北曹松の皇帝基礎は、犠牲者としては無能であったと評されるが、文人皇帝で、宮廷外院の振興改革に尽力し、自らも書画を良くした。ただし、現存する基礎がとされるものは、必ずしもすべてが、基礎の実質ではなく、外院画家の代筆も多かったことが指摘されている。鈴木隆は、 基礎の実質絵画はおそらく現存しないであろうと述べている。鈴木は本図についても画面右上の牧書、特に顔に天使らしい力強さが見られないこと、桃の枝の曲線が弱いこと、透過やつぼみの描写が平板であることなどから、神筆ではないとの見方をとっている。本作品は1937年5月25日付で日本の重要文化財に指定され、 1951年6月9日付で日本の文化財保護法に基づく国法に指定されている。官方国事上の指定名称は以下の通り。ありがとうございます。